そういうところに投資した方が、あの結局、世界の情勢とかあまり読まなくて、先読みしなくても安心だと思うんで日経平均、怖くて買えねえよってことになっちゃって、余計そのお金が、えー、今の円安の状況、2人、どう思いますか、日本経済はやはりやばいんですか。まあ、でもだいぶ落ち着いた感じですけどね、139円とかまで戻りましたけど。うん、もう少し僕はあの、円が強くなると思いますよ。 円安はそんなにビビってないです、僕は。うん、その、昭和の時代って、その一軒家を東京で買うと一生何とかなったんですよね。で、うん、その後ぐらいだと、なんかあの NTT ドコモの株を買うと一生何とかなるとか、そなんか日本ってこの投資をしとくと一生なんとかなるよねって上がりが、平成の前ぐらいまであったと思うんですけど、うん、今ってないんですよね。何買っても利回り高くないっていう。 これに投資したら安心だよね、安全だよねっていう、すごい分かりやすいものが、だ東京の不動産とかも当たり外れで出てきちゃったりしてるんで、うん、だからなんか、なかなか難しい状況なのかなという気がするんですけど、そうなんですね。まあ僕はあの日本の株も持ってるし、あのうん、世界の株、アメリカの株も持ってるんですよ。うん、で、インデックスファンドとかで持つと、結局、勝ち組だけが残るんじゃないですか。 あのそれは企業が破産したら、その、えー、指標から落ちるから、うんうん、で、インデックスファンドからも落ちるから、なくなるんですよ。うんうん、で、どっか新しい、僕らが目をつけてなかった企業が勢いよく上がってくると、そのインデックスファンドに入ってくるんですよ。自動的に自分の持ち物になるから、うん、そういうところに投資した方があが、結局世界の情勢とかあまり読まなくて、先読みしなくても。 安心だと思うんですよねいやなんかそうなっちゃうと結局、財務省とかがニーサで投資しましょうって言ってるお金がみんなアメリカとか世界の欧州とかのインデックスファンドに行っちゃうじゃないですか日経平均怖くて買えねえよってことになっちゃって余計そのお金が海外に行っちゃうっていう現象が起きる気がするんですけど日経平均も買っておいていいと思うんですよでも海外の株を持って何も悪くないですよ、うん、その、えー、配当金とか売却した時の差額の売り上げ が日本に戻ってくるから、日本国民のものになるから、それはいいんですよ。オーナーになるんですよ。世界のオーナーになるというのは、別に日本政府にとってもそこまで悪いことではないと思うんですよ。